ソフトバンク10-1楽天、30日、楽天モバイルパーク。ソフトバンクは30日、楽天モバイルパークで行われた楽天戦20対1で解消。後半戦負けなしの5連勝で、今季59勝29敗、3引き分けの貯金32。 パリーグで唯一自力優勝の可能性を残していた日本ハムがオリックス戦に3対3で引き分けたことでソフトバンクに42が点倒した。この日もソフトバンクは強かった。先発のリバン・モイネロ投手は7回西まで無安打投球。打線も初回に本塁打キングを独走する山川穂高内野手の17号スリーランで先制。 山川は8回にもダメ押しツーランを放った。試合後に取材対応した小久保博樹監督は、いや、マジックって言ったって、まだ対外があるでしょう。禁句です。あなた方がそれを喋るのは禁句にしてください。と報道陣に語るなど、冷静さを貫いた。今季は開幕から圧倒的な強さを発揮。 交流戦期間中には中心選手の柳田祐希外野手が怪我で離脱したが、熱い選手層で他球団を寄せ付けない戦いが続いている。7月中の優勝マジック点灯は異例。もちろん12球団で最速だ。今季は国母監督のもと2020年以来、4年ぶりのリーグ優勝を目指して戦っている。